チェスター・エアーサー、チェスター・アラン・アーサー、1830年10月5日から1886年11月18日は、アメリカ合衆国の弁護士、政治家、第20代副大統領及び第21代大統領。アーサーは、ジェームズ・ガー・フィールド大統領の下で副大統領に、就任する前は弁護士として働いていた。 ガーフィールドが1881年7月2日に、チャールズ J2 等によって、品種の重症をおわさ、同年9月19日に死去すると、アーサーは大統領として宣誓し、1885年3月4日まで、同職を務めた。身長6フィート2インチ、約188センチメートル。正解に加わる前、アーサーは、共和党の派に所属し、 ロスコー・コンクリングから政治的な費護を受け、ユリシーズ・エス・グラント大統領によって、ニューヨーク校長州官に任命された。彼は、公認の大統領、ラザフォード・ビー・ヘイズの改革の試みによって、同職を解任された。しかしながらアーサーは、大統領として、官僚機構の頂点に立つこととなった。彼は、古くからの政治上の地球を避け、結局政治の死であった。 コンクリングと他元を分かった。ガーフィールド大統領の暗殺で扱いにくい議会は公共からの圧力が高まり大統領に留意することを強いられた。アーサーの第一の実績はペンドルトン公務員改革法の議会通過であった。本法の成立によりアーサーは行政の父ザ・ファーザー・オブ・シビル・サービスと呼ばれるようになり多くの歴史家から肯定的な評価を得るようになった。 作家のアレクサンダー・マクルーアはアーサーについて大統領職に就任するにあたって彼ほど深くそして広く不信を抱かれていた者はいなかったし引退した際に彼以上に政治上の味方からも敵からも広く尊敬された者も,もいなかったと書き表した政治家に関して深くシニカルであったマーク・トウェインはアーサー大統領の知性よも良い政治を行うことは 本当に困難であろう。と認めている。チェスター・アラン・アーサーは、アイルランド出身の伝道師、ウィリアム・アーサー、アントリム・シュー・バリミーナ、カリー・バッキー生まれと、バーモント出身のマルバイナ・ストーン・アーサーズマの間に生まれた。マルバイナの祖父ユーライア・ストーンは、独立戦争の間大陸軍で戦い、自らの息子でありマルバイナの父親を、ジョージ・ワシントン・ストーンと命名した。 マルガイナの母親はインディアンであった。ジスターが生まれた時、父親はスコットランドイコールアイルランド系イギリス人であったが、1843年にアメリカ合衆国に帰化した。アーサーの先祖伝来の18世紀後半からの邸宅が北アイルランドのアントリム州に復元されている。コテージの利用案内センターでは、アーサー一家の歴史が説明され、 訪問者に対してここ200年間のアイルランドにおける人々の生活の展示が行われている。多くの公式文書ではアーサーが1829年10月5日にバーモント州フランクリン郡のフェアフィールドで生まれたとしている。しかしながらアーサーは1870年代にその少年を1830年とし、自らを一切はく見せようとした。父親ははじめに ローワーカナダのダンハムに移住し、アメリカ国境から15マイル北に農場を所有していた。長らくアーサーが実際には、ケベック、現在のカナダケベック州で生まれ、一家は後にフェアフィールドに移住したのではないかという疑惑があった。アーサーがカナダで生まれたならば、喫水の米国民ではない、米国民であるためには、米国内で生まれなければならないと法を解釈するため、 大統領あるいは副大統領に就任する資格がないと考える者がいた。1880年、アメリカ合衆国大統領選挙において、アーサーは副大統領候補として出馬したが、政敵はこれらの噂を調査するために、アーサー・ P ・ヒンマンというニューヨークの弁護士を追った。ヒンマンはアーサーがアイルランドで生まれ、14歳になるまでアメリカ合衆国に移住していなかったと申し立てた。 その説が信用されなかったため、ヒンマンはアーサーがカナダで生まれたという新しい説を主張した。この主張も耳を傾けられることはなかった。しかしながら、幾人かはそれを疑っている。どのような場合でも、アーサーの父親はアーサーが生まれてから数年間帰化せず、そのためアーサーは二重国籍を持つこととなった。アーサーは幼年期をペリーで過ごした。 幼馴染みの一人は彼が早いうちに政治的手腕を示したことを覚えている。チスターの少年だった時にあなたは雨の後の村の通りで道を横切る流れで泥のダムを作っている子供たちの中に彼を見るかもしれない。すぐに彼が家族に石を持ってくるように命じ、もう一人には棒を別のものに芝と泥でダムを仕上げるように命じるだろう。 そして彼らはそのことに疑問を感じないだろう。しかしチェスターは、自らの手に土を乗せないように最新の注意を払った。ニューヨークイブニングポスト、1900年4月2日。チェスター・アーサーが、大統領になると、ペリーの住人であったジェームズ・ラッセル・ウェブスターが、予測していた。この予測の詳細は、ウェブスターのメモリアルに記述される。ウェブスターのメモリアルからの抜粋。 彼は最初にペリーのバプテスト教会に通った。教会の牧師は年取ったアーサー、チェスター・ A ・アーサーの父親であった。アーサーは小さな男の子で、ウェブスター氏は彼の家を訪問したとき、彼の頭に手を乗せて、この男の子はやがて大統領になるかもしれません。と述べた。数年後ウェブスター氏はホワイトハウスを訪問して、アーサー大統領にその話をした。 アーサーは、彼の将来を予測した人物の名前は、記憶に残っていなかったが、その事件はよく覚えていたと返答した。次に立ち上がって、彼は、こう言った、あなたは、再び私の頭に手を置くことができます。彼は、ユニオンビレッジ、現在のワシントン郡南方、グリーンウィッチの公立学校に通い、その後ライシーアムに通った。そこでは彼は、チェットと呼ばれていた。 ライシーアム・デアーサーは、他の若き保育党員に加わりヘンリー・クレイを支持し、反対派と乱闘すらした。1845年に、ブラウン大学に進学、伝統的な古典を研究した。1848年、18歳で彼はファイ・ベータ、カッパとディベート部の部長に選出された。彼はを支持し、それを示すためにしばしば緑色のコートを身につけた。 フーシック・ホールズ郊外に住んでいる間、彼はブラウン大学大学院に戻り、1851年に修士号を取得した。アーサーは1849年にバーモント州ノースポーナルのノースポーナルアカデミーの校長となる。彼はボールストンスパのステートナショナルロースクールで法律を学び、1851年にニューヨーク市で弁護士業を始めた。 のち正解に入り、共和党員として、南北戦争の際検閲長官、経理部長を歴任、一時ニューヨーク公衆税官に下されたが、1880年共和党議員として、国会に入り、副大統領に当選する。彼は、州市民軍の再編成に活発に参加した。アーサーは、美食家でおしゃれな人物で、ルイス・カムフォート・ティファニーらにホワイトハウスの改装をさせ、 レンヤパーティーを開いた。ジェームズ・ガー・フィールドが暗殺され、アーサーは大統領に昇格した。彼は汚職と賄賂から利益を得ているとされ、共和党でも支給派に属していた。そのため、彼が行政改革の主張者になり、ペンドルトン法の可決を統括したとき、多数が驚いた。ペンドルトン法は公務員任用、昇進の際に試験を導入し、 それに伴い人事を決定するものであった。現在でこそ普遍的であるが、当時としては非常に画期的な制度であった。また、議会が起とした中国系移民の排斥を阻止している。ほか関税法、エドモンド法、モルモン教の一夫多最近史の法律の可決に関与している。アーサーは1885年3月4日まで大統領職を務めた。 公職を知り続くと彼はニューヨークに戻り、元所属していた法律事務所の顧問となった。しかしながら、持病の肝臓疾患、ブライト病のためしばしば体調が優れなかった。腎臓と膀胱を患っているにもかかわらず、美食家で知られた彼は暴飲暴食を続け、状態をさらに悪化させた。何度か公式行事に出席したものの、1885年の 終わり以降スケジュールを入れることはなかった。ニューロンドンで秘書した後、1886年10月1日に、再び病床に伏せる。11月16日、アーサーは、彼の公式及び指摘文書のすべてを燃やすように、命じた。翌朝、彼は、脳出血のため意識不明となり、翌日死去した。大統領職を離れた後一番短命であった。 ジェームズ・ポークはタイニを103日目に死去したが、アーサーはそれに次いで2番目に、短命の大統領であった。11月22日、ヘブンリー・レスト教会で密葬が行われた。棺の付き添い人は、ウォルター・グレシャム、ロバート・トットリン・カーン、ウィリアム・イ、e、ー・チャンドラー、フランク・ハットン、ベンジャミン・ H ・ブリュースター、フィリップ・シェリダン、コーネリアス・レー・アグニュー、コーネリアス・ニュートン・ブリス、ロバート・ G ・ーダン、 ジョージ・エイチ・シャープ、チャールズ・ルイス・スティファーニー、コーネリアス・バンダービルトであった。葬儀には、グロバー、クリーブランド大統領、ラザフォード・ヘイズ元大統領、ベンジャミン・フランクリン・バトラー、モリソン・ウェイト、サミュエル・ブラッチ・フォード、ジョン・マーシャル・ハーラン、ロス・コー・コン・クリング、および、ジェームズ・ジー・ブ・レインらが参列した。アッチスターは、オールバニのルーラル墓地にあるアーサー家の墓所、エレンの横に埋葬された。 墓所は、親族と先祖の多くの墓を含む大きな石棺であり、彫刻家のエフライムカイザーが設計した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。